紫の菊だ。この花のことを奉仕が話しておったな。冠に続いておるはず。チンハルゴ、え？おい、ウロウケクチャハルゴ。ここが冠、忠頼の鎧があるはず。こうだ、まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の庵への地図。来い、風。うん、よし、なんとか。いや！ここにも紫の菊。
忠頼の伊織は近いな。さあ来い。険しすぎて登れぬ。別の道があるはず。頼りの伊織、誰の墓だろうか。時は経ち流れ静まる。忠頼は安き心もて弓引かばあまたを射抜く。紫の冠と同じ子を焚いて間もない。長尾家の家紋だ。忠頼の一族。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井仁、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を怪我しようって。敵は同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い。何とぞお待ちを。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍はすべて殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公はアザモウラを永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。アザモウラを見守る。村の裏にある山か。
手伝いできることは？では。奴ら奉仕を。様、よく来てくださった。ただよりの末裔に導かれた。何があった？ただより公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？いえ、酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。ただよりの石碑だ。ただよりの鎧、絵も言われぬ美しさだ。
下がっておれ。猛虎は近づかせぬ。おしょどうしよう。あっちベリーノーどうしよう。新手が来るぞ。無事か。はい、酒井様。どうしよう。ただより公の再来かと思いました。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さて、そろそろ出立いたします。